はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。見ての通り、まあ前回の続きなんですけども、今回ね、餌をね、ちょっと餌っていうか、おやつですね、おやつをね、買ってきております。買ってきたこちらでございます。ハイペット株式会社から出ている、ポリッツ人参と、この同じね、会社が出ているポリッツパパイヤでございます。こんな感じ。これは、大分のホームワイドの、なんだ、ペットワイドかな、ホームワイドの中にあるペットワイドってペット専門のとこ、部があるんですよ、部がね。でそこで、なんか餌なんかね、おやつないかなと思って探してたら、たまたまちょっとね、何十円かセールで安かったので買いました。原産国は日本で、まあ安心かなと思って、まあ、その辺ね、ちょっとはね、気を使ってるつもりです。で、これは、まあ、与え方、どちらも書いてますけど、与え方はウサギなどの小動物のおやつとして適量与えてください。主食ではありませんので、与えすぎにはご注意してくださいということでございます。見えるかな。使用できる動物、ウサギ、モルモット、ハムスターなどの小動物でございます。大体こういうのはね、小動物は大体基本ね、なんか小動物で区切られてるんで、大体ハムスターも入ってるって感じですね。ということで、ちょっとね、与えてみようかと思います。食べてくれるのかな。少量なんで、自分で結構こういう、いつもの、なんだっけ、このね、塩麦、今のとここれがダントツで好きです。ひまわりの種よりもこいつが好きです。で、これも、与え方としてはね、1日1、2個を与えてくださいって感じなんですよ。これを、毎日 0.5 個ぐらい、これね、割ったら分かるんだけど、半分にほら割れてるんじゃないですか、半月にいくつか。これこれ、いつもね、この1つを半分にして割ってあげてるみたいな。で、たまにね、半月半分ずつを2回あげて、丸1個あげて1個なんですよ。だから、まあ栄養の与えすぎにはなってないかなって感じです。で、今回これね、適正量的なのを書いてないんだよ。よいしょ。あー、忙しい。まだね、さっき鈴とかで書いたばっかりだから、どんどん木くずをね、中に持ってって。これ、まずパパイヤね。パパイヤの色ね、こういうちょっとね、緑っぽいかなって感じ。匂いはですよ、パパイヤをたっぷり入れたって書いてあるけど、草の味、匂うの、もしかしてこれ、なんか急に反応が変わったんだよ。ほんとこんな感じ、これこんな感じね、こんな感じ。匂いはほんとなんか草、干し草、わらとかに近いと思う。わら分かります？わらです。わらのなんか香りに近い。食う？食べる？あ、これ反応いいかもしれない。ほりおい、コロ食べる？あ、これ結構どうかな、こっち向いてこっち向いて。あ、これまだ欲しそうだな。ちょっとね、こっちのね、人参をちょっと上げてみたいと思います。人参見えます？なんかね、さっきの干し草プラスなんか赤いのがちらほら入ってるみたいな感じかな、この人参のやつ。香りはあれですね、そのまんま、なんかやっぱ干し草的な匂いですね。はい、いりますか？コロ。あん。え、離せ。早くくれよ。みたいな。そのものを食べる。お口の中入るの？入らんでしょう。ちぎりなさい。ちょっと長いよね。
さっきのどうしたの？無理やり口の中に入れるんだな。うん、なんかね、多分折ってあげた方がいいのかなって感じ。個人的にね、あのね、やっぱちょっと長いんだよね。これわかるかな？俺手でかい方だけど、一関節余裕であるからね。個人的に折れるかな、これ。ちょっと折ってあげよう。カーって。あっと折れた。ポッキーよりは硬いです。はい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 。かわいい。これこの長さやったらね。ああ、おいしいの。ちょっと一回巣の中もったいなさい。曲げないよ。曲げない。一回巣の中入って。一回巣の中。巣の中持って帰りなさい。もうくれないの。あと一個、あと一個だけで、ね。数的にちょっと中途半端になるんで。2個ずつ。匂いはね、ほんと一緒。あ、これ、これ、簡単に折れたな。はい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 。はいはい。はいはいはい。はいはい。うん。そこであげるけ。はい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 。はいはいはい。これもね、多分好きそうな感じだね。縁麦より好きかどうかちょっとわかんないけど、まあ、ちょっと今後ね、見ていきたいと思います。はい、ということで前回続きになるので、ちょっとねティッシュをね一回下げてティッシュをあげたかったんで、ティッシュをまたね入れて、ちょっと今回木くずが多いので、5枚かな入れて、これ温まってください。もうティッシュね好きなのかな分かんないけど、もうすぐティッシュあげたさ。餌もいっぱい食ってんのに、ほほ満タンじゃねえかこれ。めっちゃ入ってるからね。いいかすーに持って。なんなんだろう、めっちゃ食ってますよね。これがないと始まらないぜぐらいの勢いで。ちょっともう口の中いっぱいだから、あもうそうそう、一回それで持っていきなさい。もういい、もういい、もういいよ、もういいよ。あの入り口入れないからね、あんま大きくなるとパンパンだよこれ。どこまで入んの。はいはい、もういいでしょ。もう一回お部屋持っていけ。お部屋何してんの。ちぎって。はいはいはい。はい、お部屋入っていきよう。お部屋。はいはいはい。はい、入っていきました。はい、ということでね、今回このね、ポリッツというね、お菓子だかな？一応ハムスターのお菓子っていう感じですけども、パパイヤと人参をね、まあ2本ずつあげてみました。ポリポリと、まあ、説明にはね、歯の伸びすぎに考慮した硬さですって書いてあるけど、こっちは確かにすごい硬かった。たまたまかもしれない。こっちはね、まあまあ、そこそこ硬かった。普通のペレットぐらいの硬さかな。こっち、硬えなって感じ。まあ、材料はね、小麦粉、コーンミールとか、こっちはね、パパイヤ、ふすまか、米ぬかなどが入ってて、こっちはね、人参は、小麦粉、人参、ふすま、米ぬか、コーンミール、まあ、似たような感じっちゃ感じなのかな。はい、ということでね、今後もねこのお菓子をね揚げていきたいと思います。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。